アレクサンダル・アントノフトネフは、ブルガリア・ソフィア州エリンペリン出身の同国代表サッカー選手。PFC ボテフ・プロブディフ所属。ポジションは FW。ブルガリアの PFC クスカソフィアのユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年にトップチーム昇格した。2009年に OFC スリベン2000にレンタル移籍した。2011年6月16日。ポーランドのレフポズナンに移籍した。7月29日、KS ウッチ戦でデビューした。2013年6月7日、アストンビラ FC への移籍が決定。2014年8月12日、セルティック FC にレンタル移籍した。10月30日、前月13日のリーグ第5節アバディーン戦で、相手 DFC ローガンに対して差別的な発言をしたとして、スファより7試合の出場停止処分を課された。クラブはこの事実を否定し、ロニー・デイラ監督も選手への信頼を示したが、控訴は棄却され、ペナルティが確定した。2016年よりセリエ A に昇格した FC、クロトーネに移籍。2018年2月12日、クラブとの双方合意に基づき契約を解除した。ブルガリア代表として、各年代で招集されており、2011年10月11日、ウェールズ代表戦で A 代表デビューを果たした。2013年3月22日、2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のマルタ代表戦で初ゴールを含むハットトリックを記録した。ゴールドットコム。アストンビラがブルガリア代表 MF とネフ獲得。2013年6月9日閲覧。ゴール、アストンビラ FW がセルティックへ。2014年8月16日閲覧。セルティックのブルガリア代表 MF とネフが、差別行為で7試合の出場停止。サッカーキング。2018年4月8日閲覧。セルティック、ロニー・デイラ・レビールズ・クラブ・ウィル・ノット・テイクとネフ、ケース・ファーザー。BBC スポーツ、2018年4月8日閲覧。フットボールイタリアハット、クロートネ、リッシュジアンパートネフ、ビアンケイアリストテレスイーサリック、ゴールドットコム。2018年4月8日閲覧。ありがとうございます。